アルツハイマーなら進行を遅らせることしか、そうだね。基本的にはできないね。聞いたことないかな。アルツハイマーが治ったっていうのは聞いたことがない。まあでも、ボケるもんだからね。老人はボケるもんだから、しょうがないよ。ボケない老人なんか見たことないもん。こんばんは。うつだと死んだら薬飲まないと。うつ病に関しては、うつ状態とうつ病っていうのがあるの。うつ状態とうつ病ね。で、みんながよく、うつだとか言ってるのは、うつ状態なの。で、うつ状態は治りやすいですよ。簡単に言うと気分が落ち込むとか気が乗らないとか、そういう状態のことを言うのね。で、うつ病になるともう本当にわかる。あ、この人うつ病なんだっていう、挙動がおかしいの。病ってつくのは、やっぱ医者が診断して病がつくのはもう慢性的になってるんだよ。で、薬飲まないと治らないっていうよりも、その精神医学に関してはもう賛否両論あって、極端な話、生活習慣病だったりとかすんのよ。考え方だったりとか。で、薬で抑える感じに近いかもしんない。要は、足りなくなってるセロトニンとかドーパミンとか、脳内快楽物質を出してあげたりとか、なんか薬漬けになっちゃうんだよ。でもね、やっぱもう重度の人は薬じゃないと無理だよ。で、うつ病はね、そんなに厄介な病気じゃないから。正直言うともう家の中で引きこもってるだけだから。何の役にも立たないだけで。何の役にも立たないだけで別に害はない。はい、ワドツー、はるちゃん。うつ病はそんなに怖い病気じゃないよ。50人に1人とかがなる病気だから。で、2、3年したらポッと、更年期でうつになる人とかもいるから。うつ病はそんなに怖い病気じゃないよ。で、自分もなる可能性があるから、全然、大丈夫だよ。躁うつ病とかはやばいのよ。自殺しちゃったりするから。言葉もうまく出てこないみたいだし、ずーっと立ったまま困った不安な顔してどうしようどうしようってなってます。いや、うつ病じゃないな、それは。ボケだね。アルツハイマーの方だね。うつは治る。それはね、うつの症状じゃないと思う。うまく言葉が出ないのは。変だね、ちょっと。一週間言葉もうまく出ない。立ったまま困った不安な顔して。多分ね、うつじゃないよ、それ。多分、もっと重大な病気だと思うよ。言葉忘れちゃったのかもしんないね。早く病院連れてかないとダメ。それはやばいね。ちょっと。それ、うつでそんな人見たことないもん。うつ病の人はね、もうね、俺はずっと彼女いるけど。うつってどんな時なんですかね。簡単に言うと、なんて言えばいいんだろう。もう誰の声も聞きたくないし、もう本当に塞ぎ込んでる状態だね。布団から出れないっていうか、重苦しい心が。もう幻聴とか聞こえてくるし。
人によるけどね、幻聴幻覚とか統合失調症っていうのが併発するとそうなるんだけど、まあ病気だよ完全に。なったらわかるよ。もう家から出ようって気にならない、まず。そう、引きこもるっていうかもう出れないよね。何言っても無駄、うん、ねえ、そのずーっと突っ立ったまま不安な顔して見てるっていうことは別の症状だと思うよ。もう人と関わりたくないんだよ、とにかく。で、うつ病の人って話しかけすぎたりすると発狂とかするから。わかるでしょ？ビャーってなるよね。急にね、発狂したりするから。多分うつじゃないと思うよ。もっと他の何かだと思うよ。そう、頭に何も入ってこないっていうかね。もうとにかく人がうざいっていうか、うん、もうとにかく殻にこもりたい。もう思考するのも嫌なの。思考するともうどん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 、なんて言うんだろう、もう負のスパイラルになってくっていうか、もう考えることを止めないといけない。だからずっと寝かすのが一番いいんだよ。寝かしておくのが一番いい。あ、ハートプレゼントありがとう。ありがとうございます。パパが死んじゃうだとか、お金払ってないから契約打ち切れちゃうだとか言ってる。ご飯も目の前に出さないと食べないし、水も目の前に渡さないと飲まない。突っ立って自分の指をくるくるしてる。あー。微妙、判断が微妙、その状態だと。もう医者に聞いた方がいい。うん。多分ね、もう下手したら両方来てるかもしんない。でも、俺が見てる限り、うつなのかな？見てみないとわかんないよね。うん。全身筋肉痛でググったら自律神経失調症って出てる。あー、俺ね、自律神経ダメなんだよね。人の声が雑音に聞こえたりね、うん。ちょっとね、それはもう早めに病院連れてった方がいいよ、姉ちゃん。悩まないで。で、もらうから。そういうのって、姉ちゃんがやられる可能性があるから、もう病気なんだって割り切って、もうほっとくしかないよ。割り切るしかない。人間いつか壊れるの。うつはね、真面目な人がなりやすい。もう真面目で、責任感強い人。これほんと。だから自分のせいにして、頑張りすぎて、うまくいかなくてぶっ壊れるの、もう。これ本当だよ。調べたらわかるよ。自己責任が強い人がなるの。うつ病って。だから40代のサラリーマンとかなるんだよね、結構。男の人が。多分ね、みんなが想像してる落ち込むとはね、次元が違うよ、うつ病は。よく、2チャンネルのうつ病のスレッドとか見て、1億円渡したら治るんだろうとか言ってるバカがいるんだけど、金持ちでうつ病のやつなんか5万といるから、金の問題じゃないんだよ。で、うつ状態の場合は、まあ、金が原因だったりするから、そういう人には金渡したら治るけど、どんだけ金持ってても無理だよ、うつ病は。うん、うつ病の本人呼んだ笑い婚。ん？うん、横からすいません。相談対象の方、不安障害。多分そうだよね。俺も思った。不安障害でなんかバグってる可能性がある。多分ね、うつじゃないと思う。もっとね、重い精神病かもしんない。精神病か。だったら。うん。うつっぽくない。聞いてて。多分、パニック障害とか不安障害とか、要はどうしようどうしようでぶっ壊れてるんだと思う。で、精神病だったら治る可能性あるから。でもね、精神病の厄介なところってね、何かがきっかけで発症するんだけど、根本的な問題がそこじゃない可能性があるんだよ。本人がずっと抱えてる問題が爆発する可能性、トリガーになってるだけで、そのお父さんが喉に持ち詰まらせたとかはさ。だからもう姉ちゃんはドンと構えてるしかないよ。ないと姉ちゃんもやられるよ。うつるから。
不安障害の場合、病院あちこち行く可能性がある。ドクターショッピングの。もう、自分に合う医者探すしかないからね。超いい匂いだな。姉ちゃん、あんま気やんだらダメだよ。もらうから。のほほんとしてるのが一番いいから。ね、あんまり干渉しないこと。うつは本当にうつる。だから俺、のんたんがうつ状態になったら、早めに対処するの。花火ありがとう。明日医者行きます。でもうつとか精神系であってほしいです。アルツハイマーとか併発してないことを祈ります。ありがとね、姉ちゃん。花火でも本当に早めに医者に行くのが一番いいと思う。俺も医者に行って救われた部分あるから。だいぶ正直言うと自分が精神病だって気づかないもんなのよ、最初の人は。そう、適当にかわしていくのがいいんだよ。スルースルー、徹底スルーだよ。でも多分症状を見てる限りだと、人にまだ害がない状態じゃん。人に八つ当たりしたりとか、暴れたりとか、深夜徘徊とかしてないから。これがね、そういうのが始まるともう超厄介だから。家族が付きっきりにならないといけないから。だけど、まあ、ね、ご飯あげて、そう、大丈夫だと思うよ。多分、落ち込んでるんだと思うよ。ね、マナさんも言ってる通り、不安障害だったら早めに、大丈夫なんだってなったら治るから。うつ病ではなさそうだな。多分。軽いうつが出てるぐらいで。まあ大変だよな。介護とか。そういうのが始まる年齢だもんな。肉豆腐食べちゃう？食べちゃう、ちょうだい。のんちゃんも食べたい？まあいいよ。初見さんいらっしゃい。ちょ、手洗ってきていい？外から帰ってきたから手洗ってくるわ。あと、なんて言って病院に行こうか迷ってます。絶対に神経内科行くよって言ったら、なんで行かなくていいよ。パパがこんな時に何言ってるのって。無理やり連れてくしかないと思うよ。もう傍から見ておかしいって。傍から見ておかしいって。で、パパは大丈夫なんでしょ？で、パパに相談すること。一緒に行くこと。もう、ストレートに伝えないとダメよ。あ、でも、今パニック起こしてるからね。もう、とにかく連れてきな。そう。もう、傍から見てておかしいんだよっていうことを伝えないとダメ。これ、こじらせるからって言っても、行くことが先決。とにかく、最初みんな嫌だから。本人気づいてないから、行きたがらないのよ。もう、とにかく連れてくこと。もう家族が連れてかないと余計こじらせるから。絶対連れてくこと。もうとにかく。理由なんかどうでもいいから。もうだって見てて傍からおかしいんでしょ、挙動が。連れてきな、パッと。後で後悔するよ、連れてかなかったら。本当に後悔する。こじらせたらアウトだからね。ゲルゲみたいになるよ、ゲルゲみたいThank you.
はい、ワドツどうも。引きずって連れて行けば思ったの健康診断から行ってみよう。ゲルゲ状態はもうアウトだからね。はい、ワドツゲルゲは人間の終わりって言われてるからね。ゲルゲは嘘つきの完成形って言われてる。こんばんは、初見さんいらっしゃい。プロテイン飲みます。
KP、いただきます。KP。旅はいつからだろうね、わかんない。肉豆腐。紀ノ国屋で買った肉だからね。昨日、のんちゃんと紀ノ国屋行ったんだけど、狂ってるな、紀ノ国屋。ビビったよ、マジで。紀ノ国屋超怖え。のんちゃんの住んでるエリアに近くに紀ノ国屋があるんだけど、高級住宅街すげえわ。マジ、3倍、4倍するかんね。値段。フォローありがとう。肉がうまい。紀ノ国屋の豚肉買ったけど。うん。うまっ。恐ろしい、あれ。年収2000万ぐらいじゃないと無理だろうね。まあ、うまいよ。だって、本当に豚肉とかでいくらだった？本当に3倍4倍するよね。本当に3、全部が3倍4倍すんの。旅やめてないよ。うん。もうね、旅のことに関して質問する人は俺の放送普段見てない人だよ。うん。にわかだよ、にわか。声優でいいよ、マルエツで。すごい、紀ノ国屋。ちょっと買い物したら5、6千円いったもん。ただまあ、うまいけどね。すごいうまいけど。豚肉の味も全然違う。バラ肉なのに油がしつこくないんだよ。うん。今糖質制限やってるから、やったでしょ。運動して、もう炭水化物取ってない。まあ、ディズニーランドはいいと思うの。ディズニーランドだってあれ6500円ぐらいでしょ？パスポート。6500円で、あれが乗れるっていうのはさ、飯代とかを考慮して、客単価2万ぐらいなんだよね。ディズニーランドって。あのグッズをお土産買ったりとか。ディズニーランドはいいと思うよ。ふっかけても。一応日本で最強のさ、遊園地だから。オフ会やるよ。あと残り定員15名ぐらいかな。まだ参加募集してるよ。ラクダさん。親父が言ってたけど、ユニバーサルスタジオジャパンにやられてるらしいね、相当。相当やられてるって。ユニバはいいらしいよ。あ、糖質制限中なんだ。筋肉痛何なんだろう。
すげえおかしい体が。あ、でも飯うめえな。あー、とんでもない姉ちゃん。うん。あんまり落ち込まないで気にしないことね。気にしたら負けだから。もらっちゃうよ。MCT オイルって何？ MCT オイルって。のんちゃんありがとう、ごちそうさま、美味しかった。ありがとう。ごちそうさま。なんだろうね、MCT って。ダイソンさんこんばんは。あ、やべ、タバコ買い忘れた。花火ありがとう、ありがとう。うん、おやすみ。ありがとうね。花火アザース。助かります。おちゃんまんこの時間珍しく放送やってんな。うん、中田さんおやすみ。カラオケ行きたいな。最近ふわっち閲覧落ちてきたよね、だんだんね。ふわっちが全体的に閲覧が落ちてきた。キャスが巻き返してんのかな、どうなんだろう。あれが良くなかったよな、あの芸人さんバトルみたいなのは本当良くなかった。あれはね、今まで盛り上げてた配信者はなえるよね。テレビかよ。だったら配信者の企画運営がやるべきだったと思うよ。無味無臭の糖質制限に欠かせない油。うん、芸人バトルは冷めるよな。俺らが引っ張ってきたのにっていうのあるよね。そこ還元してくんないのかよっていう。だったらさ、本社運営の企画でさ、今まで盛り上げてたふわち配信者をゲストに呼んで座談会とかの方が絶対盛り上がるのにね。閲覧も全然なかったんでしょ？ないわ、あれは。あれはちょっとね、ないなと思った、ほんと。あれ、そう、ポンズさん今断食中だよね。きついよ。最初の3日間本当にきついけど、本当に耐えたら本当に痩せるよ。リスワンのルール良くないよね。元に戻してほしい。あの、女限定とかルーキー限定はリスワンの本来の趣旨からずれてるよ。
だって閲覧ナンバーワンの人をね、払うっていうのにさ、だったら別枠でビギナーズランキングとかを設けるべきだよ。別枠で設けるべきだと思う、俺は。じゃないと今まで頑張ってきた人たちがやる気なくなっちゃうもん。だから10キロぐらい落ちるかもね、太ってる人だったら。全然落ちるっしょ。それはね、運営さんに検討していただきたい、本当に。だって男だ女だ新人だ関係なくさ、やってるわけだからさ、こっちはさ。それを切磋琢磨してるわけじゃん。今何日目？あのね、3日、まずね、経過があるんだけど、最初は飯食いたいの。ラーメンとかステーキとかご飯とか食いたくなるんだけど、3日が過ぎるとどうなるかっていうと、今度食いたいもんが変わるんだよ。で、1週間過ぎると何も食いたくなくなる。ゾーンに入るの。胃とか腸とかは閉じるんだよ。で、何にも食わなくてもいけるよ。ただ、塩舐めたりとか水をやんないと死ぬよ。水分補給と水とミネラルね。ミネラルないと死ぬから。塩は舐めとかないダメだよ。適量ね。それだけ守れば大丈夫。ダメ。コーラ飲んじゃダメ。絶対ダメ。もうそれやり直しだから。ダメ。絶対ダメ。何のために断食やってるのか理由にもよるけど、もし痩せたいが理由だったら別の方法を伝授するよ。痩せる方法はいくらでもあるから。断食はね、修行的な要素が多い。そう、脳の回路を開くっていう。痩せるは痩せるんだけど。でもリバウンドするよ。絶対。痩せるのが目的なら断食は向かない。一瞬だけ痩せるだけだから。旅やめてないっすよ。コーラ絶対飲んじゃダメ。最後の3日目なんか本当にやばいから。そうだね。糖質制限、肉、卵、チーズ。全然食えるものあるから。あとナッツね。こういうナッツ系。もう買い込んであるから。もう400円で1缶なんだけど。俺3000キロ、4000キロカロリーぐらい食うかんね。糖質制限。それでバカみたいに痩せるから。ただ食費かかるんだよ。食費は半端じゃなくかかる。そうだね。やっぱ家雑配信者だからね、俺は。もともとは。俺も家雑楽しいよ。ウエスト絞りたいんだったら断食はやめた方がいいと思うよ。ウエスト絞りたいが理由だったら糖質制限やった方がいいと思う。要はライザップがやってる食事制限。で、運動をプラスするとライザップになるんだけど。だから俺今ライザップと同じことやってんだよ。だけど、ライザップでもどっちにしろコーラなんか絶対飲めないから。コーラはダメよ。あんな砂糖の塊だから。超短時間で痩せるコツを教えてください。リバウンド覚悟でも。食わないことだよ。食わないで激しい運動しなよ。絶対痩せるよ。俺だから3日で顔だいぶシャープになったでしょ。顔だいぶほっそりしたでしょ。いつも下膨れみたいな顔してるけど。すぐ痩せれるよ。激しい運動と飯食わなきゃいい。ただ体に悪いよ。体にはめちゃめちゃ悪い。負荷かかるから。キャスやってた頃、
キャスの頃は、62キロぐらいかな。だから今の20キロ落ちてる状態。太るのも痩せるのもそんな難しくない。筋肉の量を増やすのも。だからみんなね、複雑に考えすぎなんだって。鍛えたら筋力は増えるし、食ったら太るし。ただそれだけなんだよ。だから食う内容とかを知らないだけなんだよ。断食って、食事を断つって書いて断食だからね。コンセプトと違うよ。だから痩せ、断食をする目的が何なのかだよ。問題よ。精神統一したいと。俺は全然やったから。痩せたいが理由じゃないから。全ね。スタイル維持したいとか、目的によって違うんだよ。体重をただ減らしたいとか、ボクサーみたいに。その、シェイプアップしたいとか。シェイプアップしたいんだったら運動だよ。間違いなく。みんな難しく考えすぎ。理屈よりもまず行動が一番先だから。行動しないと何にも起きないよ。理論ばっかりだからみんな。3日何時ぐらいだったらそんなに変わんないよ。ただその食事をとってないで中のうんことかが出るから体重は軽くなるのよ。それで痩せた気になるだけだから。そうじゃなくてその脂肪とかをケトン体に変えてエネルギーの転換を起こさないといけないの。そうすると脂肪がごっそり減るの。簡単に痩せられるよ。全然体質もあるけどね。でもボクサーとか骨とかを削っていくかんね。オフ会現地集合だよ。場所わかんない。あの、ゴジラの映画館わかる？ゴジラの映画館を突き当たったら右奥に行くの。二手にこう分かれてるけど。だ住所貼ってあるじゃん。もしわかんなかったら連絡くれれば迎えに行くよ、ゴジラの映画館の前に。だから、本人の脂肪の量がどれくらいかでしょう。脂肪が全くない人は落とせないわけだから。まあでも大体体感で変わるっていうのは3ヶ月だよ。3ヶ月。もう、旗目で見て、みんなから痩せたねって絶対言われるのは3ヶ月かかるよ。うん。3ヶ月。本当にちゃんとやればね。だから、3日とか、そういうのっていうのは、その、体の中の水分が抜けるとか、あと、意外と知らないかもしれないけど、なんで酒飲むと太るのかっていうのも、酒の種類にもよるし、あとね、塩を取りながら塩分濃いものを食べて水分入れるから塩に水分持ってかれるからなのよ。理屈を分かってないんだよみんな。だから蒸留酒っていう焼酎だけ飲むとかウイスキーだけ飲んでたら絶対太んないから。絶対太んないよ。太る人はビールとかカクテルとか飲むからだよ。蒸留酒飲んでたら絶対の太らない。そうだね。基礎代謝落ちるからね。ビールは糖質制限はビールなんか飲めないよ。簡単に言うと糖質制限っていうのはあの糖尿病の患者さんにやるやつなんだけど、今の現代人って糖分取りすぎなのよ。で、炭水化物ってわかる？三井さん。ラーメンの麺とか、お米とか小麦、パンとか、うどんとか、蕎麦とか。あれって全部砂糖なの？簡単に言うと。糖分なのね。普通の人は知らないかもしれないけど。
あれイコール砂糖なのよ。だから砂糖を取りすぎてんの。で、みんな脂肪とか肉とかが脂肪に変わると思ってるけど、体のメカニズム全然違くて、食べると、要は普通の食事すると糖分が体に入って、血液中の糖分が上がると。これが血糖値が上がるっていうの。で、血糖値が上がるまで20分のラグがあるのね。普通の食べ方っていうのは。で、その20分のラグの間に食べ過ぎた糖分、要は血糖値が上がってから吸収される糖分っていうのが脂肪に変わるの。だから基本的に脂肪、みんなが太るっていう現象、脂肪っていうのは糖分が原因なのよ。だから、ゆっくり食べなさい。ゆっくり食べる人は痩せてるよっていうのは、理屈は簡単なの。20分のラグが遅くなるじゃん。血糖値が上がる頃にゆっくり食べてるから、オーバーしないんだよ。で、血糖値が上がるイコールお腹が満腹になるってことだから。だからゆっくり食べる人は太りづらいの。で、ガツガツ食べる人、早く食べる人ほどオーバーに糖分取るから、血糖値が上がる前の余分な分を胃に詰め込んで、血糖値が上がりきってからさらにずーっと糖分が吸収されるから。カロリーも関係ないよ。太るかどうかカロリーも関係ないから。どんだけ一日食べないで酒飲んでラーメン食ったら、ん？どんだけ一日食べないで酒飲んで、ん？どんだけってどういうこと？日本語おかしくない？どんだけ一日食べないで酒飲んでラーメン食ったら。だから酒にも種類もよるけど、結局ラーメンなんてのは太るための食べ物だから、あれは。太るための食べ物だから。だからうまいものって基本的に太るものだよ。いや、どうだろう、わかんない、まだ。いつから旅再開か。うまいものは太るんだ。てか、タバコ吸いてえのにタバコないな。タバコ切らしちゃったよ。のんちゃん、お腹いっぱいだからさ、仕込みだけしといてよ、ひき肉とか。うん。すぐに食べないから。うん。3食サラダにして、4日目をココイチとかでドカ食いで終わった。まあ意味ないだろうね。うん、仕事は俺配信業です、僕は。うん、配信が仕事ですね。いや、カロリーは関係ないんだよ。あのね、カロリーは、実は、世界基準ではやってないの。あのね、っていうのも、カロリーって、食事そのものが持ってる熱量のことを指すの。だから、ガソリン、なんていうのかな、カロリー、厳密に言うと関係あるんだけど、なんていうのかな、例えば、その、カロリーって言ってもさ、その中に脂質がいくつ、タンパク質がいくつっていうさ、細かいのがあるとわかるじゃん。だからカロリーっていうのはその食事が持ってる熱量なのね。で、みんな知らないかもしれないけど、消化されるのって半分ぐらいだから、うんこにもカロリーあるんだよ。うんこも熱持ってるから。基礎代謝とか言われてるやつなんだけど、単純な足し算引き算でやっても意味ない。栄養価がどれくらいあるかの。例えばね、アメリカってすごい太ってる人多いでしょ。だけど、面白いのがアメリカの中学生とかに、なんだっけ、すごい太ってて、がたいいい子たちに何をやったかって言ったら、健康診断やったら、みんなデブなのに栄養失調になってるのよ。これが現状なの。要はカロリーばっかり取ってのも意味ない。だから俺は、その体重20キロ落とした時っていうのは、1日6000キロカロリー取ってたのよ。普通平均で3000キロカロリーいかないぐらいでしょ？ 3 倍、4倍カロリー取って20キロ痩せたんだもん。これ身をもってわかってるもん。そう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 。食事をなんで分けた方がいいのかっていうと、血糖値の話。さっきの理論なんだよ。それも正解。うん、そう、タンパク質とか糖質を見るよね。全く一緒。そう。だからカロリーなんて見なくていいの。栄養価がどうなのか気になるんだ。俺は、そこしか見ないね。もう、主に見るのは糖質と、タンパク質どれくらい入ってるか。
1日1食で、いや、それ太る。太るっていうか、痩せないっていう感じかな。痩せない。うん。痩せる食べ方じゃない。糖質は今、オレンジジュースとかの、そう、糖質にも3種類あって、リスナーさんから教えてもらって、単糖類っていうのは取ってる。オレンジジュースと、グレープフルーツジュースから取ってる。あとは調味料から取ってるね。要は、おかずにも糖分って入ってる。砂糖とかみりんとか入ってるでしょ。ああいうのは、微量だから取ってる。ただメインの、俺が大好きなシュークリームとか、クッキーとか、アイスとか、そういうのは食べない。で、お米とかも食べてない、今。日本って遅いの、その進んでないの、その栄養学は。でも今常識だから、あの情報ちゃんと握ってる人からする常識だよ。自分の体で試すと分かるよ、どんだけ食っても太らないから。完璧な痩せる食べ方な、なぜ痩せたいのかにもよるの。体重を落としたいのか、生活習慣を変えたいのか、それともその、パワーをつけたいのかとか、どういう、三井さんが何を求めてるのか。うん。パンとか麺類も食ってないよ。だから今もおかずだけ食べてたな。肉豆腐って。糖質制限確かに痩せるんですけど、食事を戻した時リバウンドがえぐい。えぐいよ。うん。だって体は糖分欲してるわけだから、えぐいよ。だから生活習慣変えないと意味ない。脂質、嘘。脂質と炭水化物はセットに太るの。だから、糖質、炭水化物をゼロにする。糖質をゼロに近ければ、脂質はいくら食っても太らない。美容か。美容だったら、ゆっくり食事の量を減らすのと食い物を変えた方がいい。あと、一気に食事制限で痩せようとすると筋肉量が減って軽くはなるけど、脂肪がつきやすい体になってしまう。そう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 。だから、ゆっくりやんないとダメなの。ゆっくり。だから簡単に言うと、ご飯の量を減らすとか、麺の量を小盛りにするとかだけでも痩せるんだよ。うん。あとはゆっくり食べると、運動すると、美容だったら。だから食事を変えないとダメなんだよ。運動量を上げるか食事を変える。それしかないから。プラスが食事でしょ？で、マイナスが、要は運動だから。ウォーキングいいと思うよ、放送見ながら。ウォーキングいいと思うよ。サラダオンリーは痩せるんじゃなくて栄養失調になるだけだから。簡単に言ったら。栄養取らなかったら死ぬでしょ。アフリカの黒人みたいにガリガリになるだけだから。それは美容にいいかって言ったら美しくないよ。ただ痩せてるだけだから。だからモデルさんとかはもっとちゃんと考えてやってるから。鍛える筋肉は鍛えて、補足するところは補足して、食事もこういう風にやるっていう。太れる方法簡単。もう、俺絶対 au のこと太らせることできるよ。毎日飲み物をコーラとか、もう甘いのを取るの。もうコーヒーとかも砂糖4、5杯入れんの。で、麺とかをもうガンガン食うの。米とかを。米俺1食 1.5 合食うのよ。それくらいやったら絶対太れる。だからデブって、デブになる訓練をしてるんだよ。そう。カロリーは2000キロ以上必要だから糖質を減らしたら他のものを増やさないとダメですよ。そうだね。でもね、カロリーはあんまり関係ないよ。満腹中枢をちゃんと自分の体が分かってたら、理解できるようになる、どれくらい食べたいのかって知ってるから。無理でしょ。だから、自然と au は、その太らない体質って言ってるけど、太らない食事をしてるだけなんだよ。それに慣れてるだけの。そう。だから俺の今の食事を聞いて、うえってなったってことは太らない食い方をしてるんだよ。ポカリダメだよ、糖分だから。だから痩せるのは簡単なんだって、食わなきゃいいんだよ。さっきから言ってるけど。食わなきゃいいけど、そんなの美しくないよ。肌はガッサガサになって。なんか、毛とかも、張りもなくなるし。俺は全然おすすめしないよ。だから痩せてるのが綺麗だっていうのが思い込みが間違えてんだよ、前提が。太ってても美しい人は美しいから。カロリーは年齢身長消費カロリー決まるらしい。だから消費カロリーはあんま関係ないって。さっきから言ってるけど。お腹いっぱい肉を食べましょう。でも臭くなるんだよ、体臭が。肉は。外人みたいな体臭になるんだよね。
だからこの中にもそのタンパク質がすごい入ってんのよ。ただのオレンジジュースじゃないのよ。俺はもともとあの YouTube で番組をやってて、でリスナーさんに面白い人いないかなっつったら、体重150キロから、体重体重150じゃなくて体重170キロ、要はもう糖尿病の末期みたいな人がいて、170キロの超デブの人が体重をすごい落としたって、半年間で超落としたっていう人がいて、でその人を取材した時に自分も試したの。そしたら面白いようにやってたんだよ。だから俺は専門的な知識を言ってるんじゃなくて、人から聞いたものをそれ本当かよって思ったら自分で試すタイプなの。で本当だったっていう。で栄養学とかの本とか読んだら本当だったの。でも最先端のことだったの、それが栄養学。あの人痩せたら美人じゃないは、そもそも美人じゃない人だ。こんばんは。ああ、名言だね。朝は食っていいよ。朝は食いまくっていいよ。腕立て伏せと腹筋毎日。多分ね、痩せたいのが理由だったらジョギングとか有酸素運動がいいと思うよ。そうだね、寝る前は食べない。夜8時っていうか寝る前だね。うん、カレーはまあうまいものは糖質の塊だよ。ラーメンとかカレーとか糖質と脂質だよ。いやだから栄養学の本のタイトルなんか自分で調べればいいんだよ。自分で好きなだけあるから、そういうのは。でカロリーベースにしてる人もいるし、糖質にしてる人もいるけど、要はいろんなタイプがいるんだよ、ダイエットって。それこそレコーディングダイエットって言って記録するだけで痩せるって言ってる人もいるんだよね。でも全部痩せるんだよ。ただ痩せ方を知ってても痩せないの。痩せる努力をした人だけが痩せるの。夜はスープっていうか、例えば三井さんが今の身長と体重がわからない限り俺はアドバイスできないよ。もしかしたらガリガリかもしれないんだから、人によって全然違うんだから。ただ糖質制限っていうのはライザップがやってることだよ、簡単に言ったら。基本中の基本、ボクサーの減量であったりとか、要はパワーを落とさないで、そのパワーとかスタミナを落とさないで脂肪だけをごっそり取る方法がライザップだよ。でそれがやってんのがあの低糖質ダイエット。痩せたいなら自動車会社の機関工で働こう。糖質は菌が大好きなので抜くとか癌予防にもなります。うん、そんな難しいこと言ってないよ俺は。ただ言ってる通り、炭水化物とかを減らすだけで痩せるっつってんだ。糖質を減らせば痩せる。で、あとは運動を増やす。どの本にも書いてあるよ。あー、ちょっと太りすぎかな。178cm、82kg。男ですよね。男ですよね。多分ね、適正体重が76キロぐらいだと思うの。76とか、74とかが多分綺麗な体だと思うの。ああ、でもそんな難しくないよ、三井さん。ちょっとがっちりしてる、ちょっとむっくりしてる感じだよ。デブって感じじゃないよ。ムチッとしてる感じだよ。基礎代謝分の炭水化物を取っちゃうと意味ないから。痩せないから。だからその炭水化物、糖分っていうのを、あの脂肪から取れるようになるの。ずっとカットしてると。それで脂肪を燃焼させるのね。さっき言ったけど、ケトン体って言うんだけど。それを、あの、au が言ってるのは、あの、現状を維持する方法。太らない食べ方なの、それは。痩せる方法じゃない。そう、大学、ライザップがやってるのは大学病院っていうよりも、基本的には糖尿病の患者にやる食事制限のこと。糖質制限ダイエットっていうの。21万手取りじゃないっすよ。税金はもちろん払いますよ。差っ引かれますよ。21万手取りじゃないかんね。もう少しで大会もありますし、今バキバキじゃないよ。俺ムチムチだもん、もともと。そうだよ、英雄。必要最低限の炭水化物取るっていうのは現状維持をする考え方だから。栄養学では。ムチッとしてるのを取りたいんだったらランニングが一番いいと思う。食事の内容を一切変えないで、1日30分ランニングするだけで絶対変わる。
要はマイナスかプラスかなんだよ。で、しかも筋肉質になってかっこいい体になるから。絶対食事を変えなくていいから、30分走ってごらん。絶対変わるよ。あとはゆっくり食べるとか。だから食いたいもんなんか変えなくていいんだよ。もしくは、運動が嫌だったら筋肉の量増えないから、みすぼろしいかもしんないけど、タッパがあるから筋肉つけた方がかっこいいと思うけど、脂肪をごっそり減らすんだったら糖分カットだよ。ただ、運動する方が楽だし気持ちいいよ。うん。ランニングすると、ムチッとする体じゃなくて脂肪を取れるんだよ。うん。タンパク質と脂質は両方、必須な、必需だけど、糖質は嗜好品だよ。そう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 。タンパク質と脂質っていうのは生きていくために必要なんだけど、糖質は、そう、脂肪を蓄えようとする本能なんだよ。どれくらいの期間で痩せられる？例えば運動30分、食事の内容全く変えないで、毎日運動30分ちゃんとやるんだったら、絶対5キロは痩せるよ。断言できるよ。毎日ちゃんと30分走るんだったら、5キロ絶対痩せるよ。食事の量をビタビタに変えないでだよ。だから消費カロリー変わるんだから、どう考えても。絶対変わるよ。断言できるわ。3ヶ月、5キロ。絶対痩せる。断言できる。絶対に変わる。約束できますよ。3ヶ月、期間。3ヶ月で30分毎日マラソンすること。で、食事の内容一切変えない。絶対痩せるでしょ。絶対痩せるよ。痩せなかったらおかしいよ。そう、ケトン体を作れば痩せるっていうやつね。いや、減らしすぎも危険って言うけど、太りすぎだから、現代人は。お酒は、だから、さっきも言ったけど、焼酎とかウイスキーとかは絶対太らないの。うん、2週間で15キロは無理。絶対無理。うん。それをやるっていうのは、体に負荷をかけてることだから、やろうと思ったらできるよ。断食とか。断食プラス激しい運動。ただ倒れるよ、そんなの。ボクサーがやる減量とか、世界戦前にするような話だから、そんなのは、あれだよ。体に悪いに決まってるじゃん。ボクサーなんか肌バキバキに割れて骨身削るんだから、骨を軽くする作業だよ。そんな痩せることはできるかもしんないけど、何にも得るものはないよ。何にも得るものないでしょ。そんなので痩せて何の魅力があるんだっていう、だったら太った方がいいよ。太ってて、元気はつらつで、バリバリ、ね、魅力的な男になった方がまだいいよ。うん、だから痩せてたらかっこいいとかいう考え方が俺間違ってると思ってるから。太っててもかっこいいやつはかっこいいから。食事自体を抜くわけじゃないからね。うん。ちゃんと食べるからね。ただ食べるものを変えるんだよ。だけど、ボクサーとかとんでもない量食ってるからね、普段。定食2つとか余裕で食うもんね。本当のファイターは。普段体90キロとかだからね。吸収力すごくて、すき家の牛丼で次の日太ってる。すき家の牛丼はあれはもう太るためだけの兵器みたいなもんだから。みんな痩せたいんだね。でも、そう、痩せ体重を落とすっていう発想がまず間違ってて、普通、筋トレとかやってたりする人って体脂肪と体重のバランスなんだよ。要は脂肪が何パー乗っかってるかを計算に入れて筋肉量どれくらい持ってるかなのね。脂肪と筋肉って 1.5 倍重さが違うから、同じ面積の、同じ面積持ってて、質量があったとしても 1.5 倍違うんだよ。うん。寝る前は食ったらダメだろうね。うん。なんでかっていうと、寝るっていうのは吸収しよう、吸収しようっていう。だからお相撲さんっていうのは食った後すぐ寝るのは、体でかくするためにわざとやってんだもん。だから相撲さん、お相撲さんみたいになりたい体型になりたいんだったら、あのトレーニングは必要だよ。食ってすぐ寝る。食ってすぐ寝るって。体にどんどん脂肪とか筋肉とかつくんだから。
別に太ってていいじゃん。俺は太っててかっこいい人でいいと思うよ。うん。履きたいズボン。ああ。酒かな？酒がやめられない。その後飯で15キロ。ああ、まあ、それは典型的な太るやり方だよ。で、つまみもしょっぱいの食べてんだと思うよ。で、塩分。要はね、むくんでるはずなの、三井さんの体って。パンパンに。要は、酒とか水とかが、ミネラル、塩分、濃いもの食って、もう体がパンパンになって水太り状態なんだよ、多分。合ってるでしょ？それはね、汗かくようにして、代謝を良くすればいいだけだから、簡単に痩せられるよ。俺と同じタイプ。水ぶくれタイプ。それは痩せやすい人なんだよ。ただ太りやすい人なんだよ。要はリバウンドしやすい人ね。合ってるでしょ？俺が全くそうだから。だけど俺3日で顔シャープになったじゃん。3日でスッキリしてるでしょ？痩せやすいんだよ。汗かきゃいいだけだから。汗は、ほら、塩分と同時に水分飛ぶから。でも無理なダイエットって寿命減らす行為だからやめた方がいいよ。絶対体に悪いよ。断食なんかさ、幻覚が見えたりとか、脳が冴え渡るぐらい食わないってことだからね。あ、いや、全然痩せさせるの簡単だよ。のんちゃん太らせたり痩せたりするの俺超得意だから。のんちゃん。のんちゃん太らせたり痩せたり10キロ単位とか、5キロ単位ぐらいか、のんちゃんの体だと。本当に余裕だよね。これ本当だから。のんちゃん太らせるっつったら5キロ1週間後とか2週間後太ってるし、痩せすぎだったら、あ、太りすぎたら痩せさせるとか簡単にやるから。本当に俺と一緒にいたら太るの痩せんの自由自在だよ。うん。アドバイスライン？いや、いらない。大丈夫。俺は普通に痩せれるから。俺は痩せるのに困ってないから。うん、ああ、いいね。ドライフルーツいいと思うよ。ただ、甘いかんね。俺が一番おすすめなのはナッツ。ナッツ類。こういう。要は、お菓子が入ってないナッツね。ミックスナッツってやつを常に持って、腹減ったな、小腹減ったなと思ったら、口寂しいなと思ったら、こういうのかじってんの。俺がそうしてんだけど、こういうやつね。本当はカシューナッツ良くないんだけど、ピーナッツとかがいいんだけど、もう豆類常につまんでればいいんだよ。国産ではないよ、これ。な、国産のナッツなんかいくらすんだよ。ラーメン食って3日間走る。いや、別にラーメン食ってもいいんだよ、別に。ただ、運動量が、例えばラーメン一杯のカロリーを、カロリーとかエネルギーとか脂質とか全部を消化するのにどれくらい走んないといけないかっていうと、多分1日3時間くらい走るエネルギー量なんだよ。いや、ラーメンのギトギトのラーメン一杯食うの3時間走るのを天秤にかけるの。ダイエットやる人は。うん。おちんこさんどうも。わかつです。ご無沙汰でーす。コーヒーもね、食欲抑えられるからね、ブラックのね。ナッツいいっすよ。あ、俺はナッツをこれを1日で5缶ぐらい食った。5缶もいいから3缶ぐらい食った。あ、タバコの量増えるね。うん。うん。俺もそうだった。
これで6000キロカロリー取っても絶対太んないから。太りようがないの。なラーメン食うんだったらラーメンで俺麺抜きで頼みに行こうかなと思ってるもん。麺抜いてくださいって。そしたら何杯食っても太らないよ。だから金かかるよ。だから俺が言ってるのは簡単。糖質を抜く、減らす、もしくは糖質を減らす運動する以上、もうそれ以上でもそれ以下でもない。うん、引き算。いやだからチャーシューとかをまあまあ肉はいくら食っても太んないから、脂肪はいくら食っても太んないから。うん、絶対太らない。俺だって肉 300g 食ってんだよ。豚バラ肉。そう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 、そういうことなんだよ。そう。これね、人類の歴史って、農耕が始まるでしょ。農耕で何を獲得したかっていうと、糖分をストックする方法を獲得したのよ。糖分を生産できるように。要はね、糖っていうのは本来、あんまりないものなの、自然界に。フルーツとかも季節ものじゃん。だから、糖を、生産できるようになったっていうのが農耕革命なんだよ。要は、飢餓を克服したのは糖分からの。米を重りなんか食わない。俺は米、もう俺本当に怒るよ。何回言ったらわかんの、三井さん。俺は3日間米食ってねえんだよ。甘いものも食ってない。サラダチキンも太んないよ。そう。そうそう、木の実は、だから、どんぐりとか食ってたわけよ。もともと、日本人は。太らない。いや、米は砂糖の塊、麺は砂糖の塊だと思った方がいい。で、砂糖をオーバーに取ると全部脂肪に変わんの。砂糖が脂肪を作るって覚えとけばいい。脂肪が脂肪になるなんて科学的にありえないから。うん。おこだよ。そう。そう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 。そして死にましなさんは本当に正しい、これ。うん。糖が希少だったの。で、糖分を得るためだけに進化してる。だから糖分に対する欲求、糖がうまいって一番感じるのはそこなのよ。人類は。糖をなるべく取ろう取ろうとするの、体が。で、脳みそとかも糖で動くわけだから。まあね、ケチャップとかソースとかぐらいならいいよ。だってケチャップ一本丸々飲めるやつなんかいないんだもん。でしょ？どんだけケチャップ糖分入ってるとうめえって言ってもずっとしゃぶってるやつなんかいないんだから。だから、それくらいはいいよ。うん、糖、そう、大事なんだよ。だから、どれくらい糖取ってるか計算してごらん。知らないんだよ、みんな。みんな自分が糖分どれくらい取ってるか知らないの。知ってごらん。表に書いてごらん。メモ帳に書いてごらん。こんなに糖取ってんのかって。それは太るわって。なんか、国かなんかにさ、日本人の、平均日本人の必要摂取量とか書いてあるじゃん、糖分とかの。多分5倍くらい取ってるから。5倍じゃ効かない。多分10倍くらい取ってるよ。うん。お団子ありがとう。糖分はうまいよ。うん。満足感っていうか、血糖値って言って、体自体が満腹感を得るのは糖だから。だから、こんなのいくら食っても満腹感ないよ。ずーっと食い続けられんのも。そうそうそう。ケトン体が、その糖分の代わりになる物質なんだよ。だからケトン体臭いのね。だから体臭が臭くなる。臭いっていうか、ワイルドな獣みたいな匂い。日本食はあと世界に比べて塩分が異常に高いって言われてる。
だ美容でって、あのね、痩せたら美しいと俺は考えてないから。かっこいいやつはデブでもかっこいいんだ。あ、そうそう、ナッツとか肉とか魚、いくら食ってもないよ。ない。うん。本当にすごいよね。いくらでも食い続けられるもんね。本当だよ。肉とか脂質はステーキなんかずっと食ってられるよ。塩分は非常に高いですね。ただ、日本人はなんか塩分に対する酵素が欧米人と比べて強いらしくて。だから、外国人が日本食食べると塩分強くて体おかしくなるんだよ。卵は俺2個。だから肉豆腐なの。うちの今の食事。肉豆腐で、いや、豆腐はタンパク質だし、肉もタンパク質でしょ。効率いいじゃん。で、卵を2つか3つ。それをがっつり食うの。それで痩せるでしょ。うん、もう卵と肉と豆腐だよ。あとはね、キノコ入れたりとか。あとはこういう、もうお腹空いたナッツつまんでる、ずっと。ねえ、ビタミン取りたいから、あの、筋力を落としたくないし、ビタミン取りたいから、疲労回復に。ジュースから取ってんだよ。オレンジジュースとか。それプラス、タンパク質だよ。簡単に言うと、プロテインね。俺は寝る前関係ないから食うよ。だけど俺の場合糖分を限りなく取ってないから、寝て吸収しようとしてもタンパク質とか吸収されるだけなの。脂肪にならない。うん。だから俺ぐらいその糖質をカットするんだったら別に寝てもいいんじゃん。じゃあ下剤飲みまくってみりゃいいじゃん。なんで俺に聞くんだよ。体にいいわけないじゃん。飲みまくってみりゃ死ぬぞ。うん、あれ、毒だって。下剤って簡単に言うと毒なんだよ。体が毒だって判断するから、出さなきゃ出さなきゃって、脱水症状を起こすんだから。飲んでみりゃいいじゃん。下剤。死ぬぞ。うん。厚揚げいいね。厚揚げ、そう、厚揚げピザ食ってた、俺。うまいよね。厚揚げを焼くのよ。そこにチーズ乗せんの。で、ソーセージ切るの。で、ピーマンとかトッピングして。で、少し薄くケチャップ、マヨネーズ。うまいんだよ。下剤なんかいいわけないじゃん。うん。S ちゃん、風船ありがとう。うん。大腸菌2キロあるよね。すごいよね。ピーナッツ止まんねえな。一日夜まで何も食ってないで松屋太る。本人がどういう運動をしてるのかによる。仕事とか。あと、松屋も大盛りなのかどうなのかでもよる。覚えといて。食ったら太るって覚えといて。うん、ほら言われたじゃん。ケンさんありがとう。ほら !3 日で言われたでしょ。ケンさんのコメントあったじゃん。顔がシュッとなったって。たった3日で激しい運動と、ね、もう糖分取らないでこうなるんだって。ね、顔がシュッとなったって言われたでしょ。ね、あの、すき家のね、あの、ご飯の代わりに、豆腐のやつがあるから、牛皿と豆腐のやつ食えば、太んないよ。なんか、ダイエット牛丼みたいなのあるから。俺よく食ってたよ、それ。ただ、タレに糖分多いから気をつけてね。そう、牛丼ライトだ。そうだ。俺あと体重何キロ落とせばいいんだろう。
俺は豆腐、全部豆腐。豆腐と納豆を買い込んでた。で、おかずはもうバンバン食うの。唐揚げとか、天ぷらとか、うん。とにかく食うの。お腹いっぱいになんないよ。豆腐ドーンって、丼ぶりにやって、納豆を二玉入れて、ぐちゃぐちゃに混ぜるの。それが主食。タンパク質超取れるし。俺は1ヶ月で落とすよ。余裕で落とせるから。1ヶ月、俺は。俺はだからパワーを落としたくないから、筋肉量を変えずに、そのまま脂肪だけごっそり取る。タコス食べてない、まだ。お腹いっぱいになったもん。だから1ヶ月後の俺の体型見ればわかるよ。リキさん、風船5個ありがとう。食事は食いたいとき必ず食うから。試合終わったら甘いもん食いまくろう。ちなみに甘いもん大好きだからね。ね、美容のために痩せようとかじゃないからね。あくまで大会のためにやってんだから。だ腕とかは細くなってないからね。ファットの部分、脂肪の部分だけ落とすから。バナプレゼントありがとう。まあするだろうね。別に太ってでもかっこいいやつはかっこいいと思ってるし、俺デブだろうがナマポだろうがモテるもん。デブだろうがナマポだろうが、なんなん、貧乏だろうが女できるもん。俺はかっこいいの本質が何なのか知ってるから。そうっすね、そうっすね、調整に近いっすね。元ナマポね。今は生ポじゃないけど、彼女いたでしょ、ずっと。別に隣にいる女が俺のことかっこいいって言えばいいんだから。 SR さんいらっしゃい。ん？それ教えてって何ですか？食ってるの？これ割れカシューナッツです。女の子だったらさ、これさ、カシューナッツさんが油分の塊だから太ると思ってんだよ。こんな一缶バクバク食ってたら太るって絶対思ってんの。脂肪の塊でしょって。太るわけねえから。モテる本質？モテる本質はだから、女の子を楽しませることね。モテない奴はこれができないの。女の子っていうのは楽しみの欲求が人一倍強いの。で、女の子によって物欲が強いからお金が持ってる人が好きとか、いろんなのがあるのね。だけど、芸人さんがお金持ってなくてもなんでモテるのかっていうと、楽しませることができるからなんだよ。もう大前提は女の子を楽しませることができるかどうか。それが、面食いな人は顔がいい人を選ぶだろうし、お金持ちの人を選ぶ子もいるし、一緒にいて幸せを感じることもできる。俺は楽しませることできるのよ。女の子一緒にいて。要はくだらない自慢話しないもん、俺。その時どうやったら女の子が楽しめるかっていうことだけ考えるわ。うん。
だからそれが自分はお金で解消することができるのか、見た目で解消することができるのかっていう。だから女の子がサプライズ好きなのはそこなのよ。わかる？要は何かプレゼントしたりとか、俺女の子が例えば一緒にいて容姿とか褒めたり絶対しない。目が大きいねとか絶対やらない。なんでかっていうと相手がコンプレックス抱えてる可能性高いから。俺はとにかく相手が着てるものとか褒める。身につけてるもの、自分が身につけてるもの、自分がかっこいいと思って着てるわけだから、絶対自分がいいと思って着てるわけよ。それ褒められたら嬉しいんだよ。だからモテないやつっていうのは何々ちゃん可愛いねっていうのよ。違うよ。何々ちゃんセンスいいねって、そのイヤリングどこのブランドって聞いてあげるの。これだよ。うん。うん。で、そっからトーク広がるじゃん。どこのブランド好きなんだとか。どこのデザイナー好きなんだって。そしたらもうおのずとプレゼントするものなんか決まってくるんだから。だからそういう気遣いができないんだよ。最近の男は。うん。嬉しいでしょ？女の子だったら。うん。俺だから、マリニャンと初めて会う時とかも、あれだよ、絶対手土産持ってくよ、女の子には。なんか、ちょっとしたものとかね。別に1000円、2000円でいいんだよ。その数万円かけるものじゃなくていいんだよ。マリニャンと初めて会う時に、ごめんね、時間作ってくれてって。ちょっと気持ちなんだけど、そこで、美味しそうなお菓子売ってたからさ、マリニャンお菓子好きって聞いて。よかったら食べてって。ちょっと小ぶりなものを渡したよ。しかも、お菓子だけだとかっこ悪いから、駅前にハンカチのおしゃれなさ、女の子が好きそうなハンカチとか売ってる店あったから、これでラッピングしてくださいっつって。そこのハンカチの、その時ちょうどハロウィンだったから、ハロウィンのそのパンプキンでマリニャン好きそうなアニメっぽいやつ買って、これちょっとこのお菓子梱包してもらえますかって言って。すごい喜んでくれたよ。うん。いや、違うんだよ。可愛い女の子にだけそれをやるからダメなの。自分がモテたい相手にそれをやるからダメなんだよ。全員にそれができないとモテないよ。あ、この人、こういう人なんだ、下心なんだって女の子は敏感に見抜くから。俺は全女性に対してそうするから。うん。お菓子いいっすよね。なんでかっていうと、物が残らないからいいんだよ。マリニャン養豚場に売り飛ばさないよ。違うの。お菓子っていうのは食べたら消化できるから、気持ちだけ残るんだよ。これね、カシューナッツは本当は良くないの。本当は良くないんです。でも俺カシューナッツが一番好きなの。ピーナッツとかがいいのよ。本当はダメなんだよ、カシューナッツ。これ分かって食ってるから。俺の中での、なんつうの、ご褒美なの、これ。もうシュークリームとか大好きなの。カシューナッツは、ナッツの中で一番、ダメなの分かってるから。実はね、炭水化物多いんだよ。うん。残しいね。ジュース入れてくる。そうなんだよ。糖質結構多いよ。バレた。そう。分かってる、これは。さっきも言ってる。カシューナッツ本当はダメだよ。でも、これ一缶食っても、ご飯一杯分にならないから。これ脂質がナッツの中で多いだけで、これ1個食ってもご飯こもりぐらいだよ。のんちゃんジュースちょうだい。あ、これに入れて。分かってる分かってる、ちゃんと分かってやってるよ。いや、ナッツは何でも大丈夫だよ。ただカシューナッツだけちょっと糖質が多いの。ピスタチオうまいね。高いんだよ。でもこれ400円だから一缶で。ただ他の栄養価も高いから、タンパク質もすごい多いし、ただ脂質がすごい多いんだよね。うん。ああ、いいね。うん。
すき家でビビンバ大盛りか。まあまあ見ててよ、みんな1ヶ月後すごい痩せるから。体はでかいまますごい痩せるからさ。ありがとうのんちゃん。前もこの企画やった時びっくりされたから。アーモンド、そんなピーナッツが一番安いんじゃないの。タバコ吸いたいんだけど、放送が盛り上がってるから。じゃあタバコを買いに行くか。じゃあ一回落ちます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。